5月14日、中目黒公園の広場で風水害への備えを楽しく学ぶ目黒水防フェスタが開催されました。ゲリラ豪雨や台風など自然災害が発生しやすい季節を前に、風水害への意識を高めてもらおうと開催されたイベントです。様々な団体が出展して災害時に役立つ知識が紹介されました。土のう作りのブースでは、結び口から水が入らないよう流れと逆方向に積むといった説明がありました。こちらは最新の VR 技術を使った装置で、大雨の日に車で出かけた時の状況が疑似体験できます。家に行こうとして車が水没した。もうあんなに水が車の上まで来るとは思いませんでした。まあ、今まで私どもの防災訓練、水防訓練とはだいぶ雰囲気が違っていて、こういういろんな幅広い区民の皆さんにおいでいただいて防災意識を高めていただく、まあ、そういったことが最大の目的になります。大雨などで目黒川の水位が上がると自動的に水が流れ込む仕組みの調節池を見学するツアーも行われました。東京都はですね、この他にも多数の調節池を抱えておりまして、治水に関してですね、施設のアピールになったかなと思っております。来場者はさまざまなブースを回って風水害への備え方を学びました。